皆さん、自分の車のタイヤの空気圧コンプレッサー見たことありますでしょうか？今回ご紹介をいたしますのは、車を走行させる上で非常に重要なタイヤのエア圧に関わるコンプレッサーとなります。で、これ今3つですね、並んでおるんですけれども、これが今、ホンダの N-BOX に入っております、まあ、純正のタイヤパンク修理用エアコンプレッサーって書いてありますが、これ、タイヤのパンク応急修理剤とセットのものとなっております。もう気づいた方もいらっしゃると思うんですけど、後ほど紹介するんですが。で、こちらの真ん中のやつが Amazon で出ている比較的価格が安いコンプレッサー。で、今回ご紹介するのはこちらは米国製、ニューヨークですね。で出ているオーク&アイアンという電動コンプレッサーとなっておるんですけれども、こちら戻りますと、これなんとですね、純正のコンプレッサーというのは、あくまでもタイヤのパンクの応急修理として使うエアコンプレッサーというのが入っておりまして、通常、タイヤって空気圧が落ちてくる場合っていうのがあります。そういった時に、タイヤのエアを入れたいという場合っていうのが結構あります。夏場と冬場で当然、路面の温度が変わってきますので、内圧の変化っていうのはもちろんありますし、前と後ろで、内圧を変えていくっていう方ももちろんいらっしゃると思います。そこまでシビアにね、やらなくても、エア圧の規定値っていうのが、運転席側の B ピラーにも書いてあるんですけれども、基本的にはこの数字に合わせて、走行するというのが、車を安全に走らせる上で、重要な要素となってくるわけなんですが、このエアコンプレッサーっていうのは空気圧のね、調整っていうのがね、できないんですよね。で、これも見ていただきますと、このゲージが何もね、書いてない。単純に空気が入ったら、ここのボタンがポンとこう出てくるだけで、止まるようになってるものとなっております。なので、日頃のエア圧の調整ができないものとなっている。いうことになりますので、これはもうあくまでもパンクした時の応急修理をする際に、使うためのものであるということで、日常タイヤのエア圧を管理する上で、こういったものがあると、より一層安心して、ドライブができると、いうことで皆さんにご紹介をしていきたいなと思います。でまずこちらの Amazon でも買える比較的価格が安いものなんですけど、これだいたい3、4000円ぐらいで売っているものになります。で、ただこちらの方に関しましては、そこそこ値段はするんですけれども、1万円ジャストぐらいで買える金額帯のものとなっているということで、価格がですね、5000円、こちらが1万円というものになっているんですけれども、実はパフォーマンスが結構異なります。で、先にもうショート動画出しているので、ショート動画の方見ていただければと思うんですけれども、バッテリーの容量を見ていただくっていうのもすごく重要なんですけれども、タイヤの昇圧時間ってね、結構重要かなと思っています。ガソリンスタンドでヤマダキャリーっていう機械式のエアコンプレッサーあるんですけれども、あれが指標になると思うんですけれど、タイヤのエア圧が 1.5 バールから、2.3 バールに上げていった時に、エア圧調整する際に30秒ぐらいで入れられるっていうのが一つの目安になってくるかと思うんですけれども、それを期待してね、これを買ってしまうと、これ2分30秒ぐらいかかってしまいます。同じ空気を入れるのに6倍ぐらいの時間がかかる。ポンプ式の内蔵バッテリー式になっておりますので、6倍ぐらいの時間がかかりますので、バッテリー自体も消費してしまうと、いうことがあります。対してこちらの電動空気入れに関しましては、約1分ぐらいで空気が入れられてしまうと、いうことになります。もちろんスタンドで常備している機械式の空気圧計に対して遅いは遅いんですけれども、ですが、価格を見てみますとですね、10複万ぐらいにします。業務用で使うっていうことがほとんどだと思うんですけれど、こちらは1万円なので、16分の1ぐらいの価格で買えてしまって、一つのタイヤで、1分ぐらいあればエアが入れられてしまうということで、非常にね、コストパフォーマンスとしてはですね、高い電動空気入れだということをですね、皆様にね、ご紹介できるかなと思います。こちらの、詳細ご紹介をしていこうと思うんですけれども、これ何も入れてない状態ですと、ピアノブラックになっています。ここパネルになっているんですけれども、ここを押していただきますと電源が入るようになっています。この下のところですね、ここを押していただきますとモードがありまして、車、
バイク、自転車、ボールということで、それぞれの用途で、まあ、選んでいただけるということになります。で、またこれ単位がありまして、まあ、単位もね、好みもあると思うんです。ここ長押しします。バール表記、PSI と、どちらか選べるようになっていると、まあ、いうことになります。今これ表示されているのが、これリミッターになりますので、まあ、今 2.3 に合わせてるんですけれども、まあ、2.3 まで昇圧できたら自動で止まってくれると、まあ、いうものになっています。で、ここを押しますと、ポンプが作動して、まあ、エアが入れられるようになると、まあ、いうことになります。あとはここのところは LED ですね。こちらについているんですけれども、こうしますと、それから点滅もできます。こんな感じで使えるようになっていると、まあ、いうことになります。で、さらにですね、これ便利なところって何かと言いますと、まあ、バッテリーの容量自体がまあ非常に大きいということですね。バッテリーの容量はだいたい 28Wh ぐらいあるんですけれども、タイヤ4本分の空気圧なんですけれども、だいたい4回から5回ぐらい入れられるような容量があるということになっております。で、また、冒頭でもご紹介した通りで、昇圧時間がですね、非常に早いということもありますので、まあ通常ですね、タイヤにエアが入ってない状態からエアを入れるっていうことはまあほとんどないと思いますので、それ以上に使えると、まあ、いうことになっておりますので、充電自体もさほどする必要がないというぐらいの安心感があるということになります。それでは実際にデモをしていこうと思うんですけれど、これのね、もう一個便利なところは何かと言いますと、ここにね、ゴムのラバーがあるんですけれど、これね、地べたにこう置くことができるようになっております。対してですね、こちら以前紹介したものなんですけれども、これですね、実は結構面倒でして、このホースありますよね。ホース自体これだけまあ短いものになっているんですけれども、まあそういった時に、これエア入れる時なんですけれども、まあ小さくてね、非常に便利なんですけれど、例えばここにエアバルブがついているとすると、ここをつけますよね。そうするとですね、これ、ホース自体が短いので、下に着地しない状態でこうエアを入れるようになる、まあ、いうことになります。これだとね、ちょっとこのホース自体が穴開いちゃって不安だったりすると思うので、基本的にはこうやって持ちながらエアを入れていくわけなんですけれど、これ、エアを入れるのが、まあ、時間がかかると。先ほどもご紹介したんですけれども、1.5 バールから 2.3 バールまで上がるのに、まあ、だいたい2分30秒くらいかかるわけですから、こうしている状態がとにかく面倒だし、また今夏場なので非常に暑いです。なのでこれもう待ってる時間もとにかく苦痛でしょうがないということもあると思うんですけれども、こちらのオーク&アイアンの使用に関しましては、地べたにとにかく置くことができる。で、これはね、地べたに置いてもいいんですけど、これ振動するんで、もう置いた瞬間、ここ傷だらけになります。ですが、ちゃんと、こちらはしっかり考えてあって、このゴムのラバーが、まあ、ついていて、下に置いて、で、これホースなんですけれども、このホース自体もそこそこの長さになっておりますので、なので、このバルブが上についていたとしても、バルブです。地べたに設置して使うことができるということになります。で、使うときなんですけれども、ここのボタン、電源ボタンを入れます。設定のエア圧に合わせると。で、これ以前に 2.4 かな ?2.4 だったらですね、2.4 に合わせてたんですけれど、まあ、もうちょっと高くしていこうと思うんですけど、このくらいにします。で、もう一つね、こう気づいた方いらっしゃるかもしれないんですけれど、これディスプレイが非常に大きくなっていて、で、この液晶のディスプレイ自体もですね、かなり輝度値が高くなってるんで、日中でもね、見やすいです。対して、まあ、こちらの方なんですけれども、これ、結構ね、見えにくいんですよね。で、ここ今、日陰になってるから、まあまあ見えますけれども、ショート動画で上げたところに関しては、もうガソリンスタンドの洗い場のところだったので、光がもう点々照りになっちゃってて、この数字自体がね、見えにくいんですよね。なのでね、操作が、ね、すごく、ね、しにくいところがありました。ですけど、こっちに関しましては、もうしっかりと大きく、かつ、この液晶モニター自体も、くっきりと見ているので、まあ見やすいと、まあいうことになります。ちょっとエアーツ上げて、エア入れてみたいと思うんですけれども。
まあ、ノータッチでできるというものですね。なので、こう振動するのね、こう動くんですけども、ちゃんとここのところがラバーになっておりますので、まあ、倒れるということは、このアスファルト上では特にはないということですし、傷もつかないということになりますので、安心して使っていただけるということになります。で、まあ、エア入れすぎちゃったよということなのであれば、エアーズここで一回落としちゃって、で、ここでまあ見ていく必要点があるわけなんですけど、動かしてみます。まあ、そうすると、まあ、最初の初期値のまあ 2.4 ということで、まあ、ここ、開け閉めしながら、まあ、自分の規定値に最終的に合わせていくと、まあ、いうことになります。まあ、ですが、こちらにリミッターがついておりますので、特にエア圧の合わせるということは必要ないと、まあ、いうことなので、まあ、こういったところも使いやすいということですね。スタンドの空気入れに関しましては、リミッターがついているものもあるんですけれども、今回使ったやつに関しては、まあ、ついてなかったと、まあ、いうことなので、エアをね、合わせる手間がね、結構かかったりもします。ですけど、これはね、そういったものが、そういったことが必要ないので、まあ、一発でエア圧が合うということで、トータルとしては素早くエアの調整が、まあ、できると、まあ、いうことで、非常に便利な製品ということで、皆様にお勧めできる製品の一つになってくるかなと思います。こちらの、まあ、製品の詳細なんですけれども、まあ、概要欄の方に貼ってございますので、まあ、ぜひ興味のある方は一度覗いていただけると幸いです。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。